まあ、確かに、あ,あ、うん、僕、あの。そうだな、なんか今思い出しましたけど。はんはん今はやんないっすけど、さすがに、あの、うん、ちっちゃい頃よく途中で帰る行が。発動してましたね。今、僕帰るから、みんな楽しんどいて,ていど、ね。一 <laughs> 人で帰るとか。一 <laughs> 人抜ける人ね <laughs>。そう。 あともうこれは本当に申し訳なかったと思ってるんですけど新作の対戦ゲームとかがあって買ってみんなでやろうぜ「ウィーイ!」っつって集まったあげく一人でやりてえなと思って「ごめん帰ってもらえる」って言ったことがあってそれずっといじられてましたね。かかかっっわわわめめちちゃゃりりまますするねねえよあの 前者に途中で帰っちゃった問題に関しては、私もあります。うん、途中抜けして、み、なんなら見つかんないように、家が近所の人たち。うん、ら見つかんないように。見つかんないように、家の倉庫に隠れてゲームとかやってたことあります。なんなら。<laughs> <laughs> <laughs> そ,そこまでして隠れなきゃいけないんすかいや家には帰れないから友達と遊びに行くって言っちゃってるから <laughs> ああなるほどねはいはいはい幼き頃ですから <laughs> なんか体調悪かったんだってとかじゃないんですね <laughs> 嘘はつかないもうあのすごいちっちゃい頃だから <laughs> あのそこまでの知恵もないし他のカフェで潰すとかもできないから年齢的に、ね、倉庫にかか隠れるしかないから<ー>ん <laughs> <laughs> あんまりかなと思ってこれ言ったことないエピソードだと思うんですけど <laughs> そこは僕経験してないな。え <laughs> <laughs> でもこれ悲しいエピソードじゃなくて自分がそうしたいから心のままにそうしたということですからね、うん、マジで。そう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 これ系って本当にね、うん、あの受け取りようなんだけど僕たち別にそれが悲しいと思ってない。いや神様も思ってない。そ,そうそうそんなバカなことしちゃってさ。らい,のていやそ本当にそうです。<laughs>